チェーン店フィリピン家協のトニータンが率いるジョリビーフードコーポレーションによる運営である。2020年現在、フィリピンの他にアメリカ、香港、ベトナム、インドネシア、ブルネー、サウジアラビア、カタール、クウェート、シンガポール、バーレーン、UAE に進出している。日本進出も予定している。創業は1975年で、もともとは アイスクリーム店だった。2006年3月現在、フィリピン2287店舗、フィリピン以外の諸外国に161店舗を構える。ミツバチを模したマスコットが特徴。ジョリビーフードコーポレーションは、ジョリビーのほか、ピザ系チェーンのグレニッチ、中華料理系チェーンのチャウキング、ケーキ専門店チェーンのレッドリボン、焼き鳥チェーンのマンイネーザル、 フィリピンでのデディフランスフランチャイズを運営しており、ジョリビーとそれらの店舗が併設されていることも多い。セブ州にはミツバチをイメージしたジョリビーだけではなく、オレンジをイメージしたオレンジ、ブルータスや炎をイメージをしたフレームイットも営業をしている。世界に進出し、各国においてファストフード業界のトップシェアを保持しているマクドナルドが、フィリピンで市場シェア第一位になれない原因は、 ジョリビーがあるからだと指摘されている。ジョリビーがフィリピンのマクドナルドを超える人気を保持している理由は地元の食文化に根ざしたメニュー展開にある。フィリピン人好みの甘い味付けやフライドチキンと彼らの主食であるご飯を添えたセットメニュー、主食以外にもスパゲッティとコカ・コーラのセットといったメリエンダ用のメニューも充実している。メニューはハンバーガーとフライドチキンがメインで それ以外にライスやスパゲッティなどを扱っている。ジョリビーではバナナで作られたバナナケチャップを使用しているためやや甘めの味付けである。フライドチキンについてくるソースはグレービーソースである。ハンバーガー、フライドチキンといった西洋食以外にフィリピンの伝統的な食べ物であるパラボックやバ、チョイも販売している。ジョリビーのゆるキャラクターはこれで9名となっている。 公式では、マンと呼ばれたりしないが、人間の男性のキャラクターには、食べ物の名前に、マンが付く。リトル・ジョリビーを除く、主要人物には、兄弟姉妹及び双子の指定、兄弟の元になっている。非ジョリビー・フーズ、日本進出を検討。日本経済新聞。2015年8月13日閲覧。外食ジョリビー。 店舗網拡大に147億ペソ投資なアジア、フィリピン、食品、飲料。なアジア、2017年10月2日閲覧。ありがとうございます。